去年の売り上げは20億円以上。 JR 名古屋高島屋で明日から開催される日本最大級のチョコレートの祭典、アムール・デ・ショコラ。今日のオープニングセレモニーには海外でも活躍するショコラティエ19人が集結しました。楽しく生きれるきっかけにチョコレートがなればいいかなぐらいな感じでね。今年はおよそ150のブランドが出展し、並ぶチョコレートはなんと2500種類。今日は事前の抽選で当選した招待客らに一足早くチョコレートがお披露目されました。毎年買ってて美味しいので、大好きなので。予算も考えてない1年の1回で楽しみで。ちゃんとがまず注目したのは、去年店舗での売り上げ2位、50種類以上のフレーバーがある生チョコレートのお店。岐阜県のみりんを使用した大人な味わいの生チョコに、山形県産佐藤錦が香る生チョコも。もう今年こそは本当に一番を狙いに行きたいなと思ってます。さらに洋菓子の世界大会に日本代表として出場した辻口博信シェフが手掛けるこちらのお店では、ピオリンとのコラボレーションブラウニー、これを作ってまいりました。このとんがりを利用して、まあ、お互いコラボレーションしましょうということで。辻口シェフの髪型とピオリンのトサカが似ていることから実現した、なんとも可愛らしい商品。チョコレートの濃厚な味わいにくるみの食感が楽しめます。会場では感染対策として入場制限や一部の商品をオンラインで販売するということです。アムール・デ・ショコラは明日から来月14日まで開催されます。